では今の面接を振り返ってのポイントを申し上げます。まず1点目、大山さんは、どんな状況でも冷静に、客観的に物事を見て、それを的確に判断して行動できる方という印象を持ちました。これに関してはビジネス上では非常に評価ができます。私からのちょっといやらしい質問にもうまく切り抜けて、それをちゃんと満足のいく答えとして返していただきました。これに関しては非常に高い評価ができました。